子供が生まれて嫁は里帰り。車で片道3時間。俺は日曜日しか休みがないから、毎週朝早く起きて嫁実家に行き、遅くに帰ってきて、翌日仕事に出てた。着るものが足りないと言われて、下着や洋服を持って行った。このものを買うというので、現金を持って行った。枕がーと言われ持って行き、化粧品がーと言われ持って行き、嫁と子供の分の食費が馬鹿にならないと言われ、一月分3万円包み、義母も働いてるからと言われて、嫁と子供の洗濯物を持って帰って洗濯し、本を持って行き、CD や DVD を持って行き、パソコンを持って行き、平日仕事を頑張って、自分の手持ちの金に限りがあるから、自炊し、掃除、洗濯など家事も全部やって、気づいたら半年経ってた。俺、普通に一人暮らしみたい。週に一回、子供に面会してる、別居中の夫みたい。上司に病院に行けって言われた。体重を測ったら15キログラム痩せてた。この半年、休んだ日がないからか。昨日、会社でぶっ倒れた。とにかく一日休めと言われて、今日は、嫁の実家に行かず、ずっと寝てた。こんな時間に目覚めて、眠れなくなって書き込みしてる。洗濯物はどうするのか、可愛い我が子に会いたくないのか。と嫁からメールで責められた。いつ帰るのか。と嫁にメールしたら、親が一年はいろと言ってる。って返信が来た。それが普通なのか？疲れた。この部屋には、嫁と子供のものは何もないし、このまま離婚届を出したら、それで終わるな。という考えが頭に浮かんだ。なんか、涙が止まらん。あれから、久しぶりにビール飲んだら、気を失ってた。やっぱり嫁側がおかしいんだよな。義父母は、娘も孫も話したくないんだろうと思う。嫁も楽だから実家にいたいんだろう。なら、俺いらないじゃんね。なんか、目が覚めた。すぐに帰ってこい。文句は一切受け付けない。拒否するなら、もう帰ってこなくていい。一生親に面倒を見てもらえ。俺はもう知らん。交渉も受け付けない。黙って従わなければ離婚。って LINE したら、なんで？って帰ってきて。そのまま放置してたら、さっき義父から電話が来たよ。なんか、ぐちゃぐちゃ偉そうに言うから頭に来て。離婚で進める。それで全て解決だろ。って言ってガチャ切りした。もう腹は決まった。妥協はしねえ。嫁は健康そのものだよ。子供は赤ちゃんだけ。なんかね、嫁実家に行っても、子供が起きたら義母が話さないんでね。自分の子って感じもしないんだわ。法で不利になるなら、俺は逃げる。昨日の夜に、嫁と嫁両親が来たんだわ。で、嫁を戻して、お前は育児を手伝えるのかだの。こっちが、お前に気を使ってやってるのにだの。反論は許さんとはどういうことだ。何様のつもりだだの。ここまでしてやってるのに離婚とか、笑わせるなだの。クソギフが、偉そうに腕組んで説教かましてきたんでさ。んじゃ、明日から、子供と俺は、俺の実家に帰って、俺と俺両親で面倒を見るから。嫁は、俺の実家に、日曜日だけ嫁実家から会いに来い。それなら条件が同じだろう。お前らのやってることは、そういうことなんだけど。って言ったんだよね。黙り込んだんで、そのまましばらく黙って待ってたら。嫁が、ごめんなさい、すぐ戻るので許してください、と。そしたら、義母が、孫と会えなくなるだの、俺の家に来るだの言い始めたんで。じゃあ、うちの母も来させますね。孫に会えないのは同じなので。と言ったら、嫁は、ごめんなさい、母も来させませんから許してください、と。うちの母ちゃん、超きついからな。俺が距離取らせてるんだよね。とりあえず、今日から、普通の生活ができそうです。レスくれた方、ありがとう。子供ってこんなに可愛いんだね。やばいね。義父みたいに、甘々になる気持ちはわかる。
いい反面教師を見たかもしれない。やばいね。マジで。気がついたら、待ち受けを見てる俺。これはたまらんわ。俺頑張る。超頑張る。みんな、ありがとう。ここで愚痴ってよかった。みんなに、嫁がおかしい、お前は ATM か。と言われなかったら、行動しなかったと思う。何よりも、嫁と子供が優先で、男は黙ってメッシ方向。だと思ってたからさ。嫁と子供が一番いい環境にするべきだと信じてたわ。だけど、それじゃ、俺は奴隷だよな。指摘、ありがとう。嫁は常識的なんじゃなくて、うちの母ちゃんを話に出したから、単にビビっただけだと思うよ。なんせ、ものすごく厳しい人で、いるだけで空気がピーンと張り詰めるからね。義父母が黙って退散したのもそれだよ。結婚式とか顔合わせる機会があると、二人とも縮こまるからね。帰ったら子供がいるんだと思うと、そわそわする。おむつを変えるとき、おしっこかけられたけど、それもかわいい。抱っこしてたら、口がとんがって。父か？父が欲しいのか？その顔がかわいい。握った手の中の匂いが臭くてかわいい。親父、臭いから嫌い。って言われたら泣いちゃうかもしれん。みんな、本当にありがとう。